今日のストレッチがあなたの明日を変える。今日もレッツスイッチストレッチ。はい、ということで今日は冷えで縮こまった上半身のスッキリストレッチをやっていきたいと思います。今日は胸の筋肉と首の前の筋肉、この2つのストレッチを一緒にやっていきたいと思います。それでは VTR どうぞ。それではストレッチの説明をしていきたいと思います。両手を体の後ろで組んでいき、頭を後ろに傾けます。こうすることで首、胸の筋肉が一緒に伸ばすことができます。ではそれぞれのポイントを説明していきたいと思います。ではまず胸を伸ばすときのポイントです。両手を体の後ろで組んだ後、しっかりと肩を後ろに引いて肩甲骨を寄せるようなイメージで胸を張っていただくと、より胸に伸び感を感じていきます。続いて首です。後ろに傾ける際、顎を後ろに持っていくようなイメージでしっかりと傾けてもらうと、首の前側が伸びていきます。それでは実際に伸ばしていきます。よーい、スタート。冷えで縮こまった体、肩っていうのはものすごく負担がかかりますね。このストレッチをすることによって、その肩の負担が軽減し、肩こりなどの改善にもつながります。また血流が良くなって冷えた体も温まりますね。このストレッチ座った状態でもできるので、いつどこでもできます。おすすめですよ。それでは間もなく終了になります。はい、 OK です。はい、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。このストレッチは1日2回もしくは3回ほどやっていただけるといいと思います。特に朝、首痛めやすいと思うので、優しめにゆっくりとやるようにやってください。以上、スイッチストレッチでした。バイバイ。